初めましての方もご常連の皆さんも、えー、お外に出かけた際は可能な限りの操作ディスタンスを守りトコトコトコと家に帰ってきた時にはうがい手洗いを徹底しております仲間陽気な引きこもり IT ジャーナリストの宮脇敦ですすよろししくお願いします昭和の終わり頃のジョークに「読売巨人軍が我が国における唯一の軍隊だ」なるものがありました。 その後、武し軍団とか大門軍団なんつものが現れてですね、日本のエンターメー界隈は軍閣が進んで、え軍歌の音が聞こえる。あほか。他 <laughs> その読売巨人軍の主力選手である坂本隼人さんとキャッチャーの大城匠さんがニュータイプでめっかっちゃったとなったと報じられました。 すでに感染していたかどうかをチェックする抗体検査でめっかっちゃったとなって PCR 検査をやったところこれまためっかっちゃったとなりましたただウイルスはごく少量の微陽性まあわずかな陽性ということでほとんど治りかけていると見られております一方この坂本選手をめぐる NHK の報道を見ていて気づいたことがありました 球団によりますと、二人は3月下旬以降、味覚や嗅覚の異常など、体調に問題はなく、検査から2週間前まで遡った二人の日常の行動を確認したところ、坂本選手は先月29日に知人と昼食、まあ、お昼ご飯を取った一回、大城選手は先月28日にチームメイト二人と夕食、まあ、晩ご飯を取った以外は、外食も夜の外出も一切していないということです。 何かといえば、この読売巨人軍の選手は、しっかりと行動履歴をトレースすること、追いかけることができていて、それをちゃんと発表している、報道しているということです。一方、すでに現場復帰された後の、えー、テレビ局の職員さんについて、その行動履歴細かな情報について、報道しない中、でした。 これを受けて読売巨人軍は選手関係者含めて全員の PCR 検査をやるとのことなのですがこれにウキウキウォッチング割にワクワクしていたそんな報道をしていたのがこの番組ではおなじみのテレビ朝日の朝の番組です巨人軍がそしてサッカーの J リーグが関係者全員の検査するぞ検査するぞということを喜びさんで報じておりました これに先立つ、令和2年6月1日、J リーグが PCR 検査全員にやるよというこれを絶賛していた朝の番組の様子を、J キャストニュースが文字起こしてくれていたので、こちらを引用して紹介いたします。まずは、箱大学教育学部教授先生様であらせられる岡田春江先生。J リーグについて、再開するなら陰性証明を出しましょうねっていうことですね。だが、ちょっと待ってほしい。 陰性証明になるものが出たとして、これ出て、ああ、陰性だ、やったってもらって、そこからトコトコって帰る瞬間、ペトッ、めっかっちゃったってなる可能性もあるんです。さらにこの陰性証明については、社会的にちょっといろいろと問題があちらこちらから報告されております。つまり陰性証明がなければ、会社に来ちゃダメとか、取引しないとか、出してももらってもほとんど意味がないこの陰性証明が、今、あちらこちらで問題になっているんです。

ただこれも2340名という限られている J リーグという限定された集団だから可能なことで同じく読売巨人軍にしてもスポーツ工業すなわちイベントという共通の目的があって共有する利益のある集団だから可能だということなんです。 ところが、これをすぐに、国民全員 PCR 検査可能だというのが、検査するぞ、検査するぞ、検査するぞ、ハートに検査するぞ、で、おなじみの PCR 心理教の皆さんです。そして、巨人軍の選手がめっかっちゃったとなった令和2年6月4日、皆様大好きテレビ朝日社員玉川徹さんは、検査するぞ、検査するぞに拍車がかかっておりました。

検査をすることで日常性になるものを取り戻せると玉川徹さんはおっしゃいます。そして続けて、こちらの国の最初の場所では1000万、1000万市民の検査を完了した。これによって世界一安全な都市になったと玉川徹さんが持ち上げて、1000万とはすなわち東京都と同じぐらいの人数なんだから、すなわち東京でも可能だろう、みたいな、みたいなことをおっしゃっておりました。 そして、できない理由を探すんじゃなく、できる理由を見つけていくんだみたいな主張をされておりました。まず、大前提で、都市封鎖ロックユー。あ、違った。ロックダウンができない日本で、どうやってやるのでしょうか。また、とことことこの移動制限も憲法の縛りがあるので、これをかけることができません。こちらの玉川徹さんは。 AI とかビッグデータなどでもこの国のことをものすごく持ち上げておりましたが我が日本国とこちらの国の政治体制が違ううことをご存じないのでしょうかそれとも玉川徹さんの頭の中ではこちらの国のような発想で我が国も我が日本国もねそのうちこの国になっちゃうからこれ先走ってねやっといた方がいいんだよこれこちらの国 <laughs>。と何か何かおっかないものがきらめいたような気がしましたが。 皆様大好きテレビ朝日社員玉川徹さんが求めるところは安心安全だとのことです。そしてこの日ゲストとしてテレワーク出演されていた田坂博士さんは安心と安全が大事だということをなぞりながら安心安心が経済を回すとおっしゃいました。そこから全員検査という話にガチーンと接続するのですがこの日の朝の番組では偽陰性偽陰性について報道しない自由。 偽陰性とは、本当はめっかっちゃったってならなければいけないのに、いろんな理由で見つからなかったとなることで、一般論で言われている今回のニュータイプの PCR 検査による感度、これはいわば的中率、見つける確率が70%と言われているので、どれだけ検査しても30%、30%は見逃されてしまうということになります。 だから、全員検査をしても、この見逃されてしまった30%が街中に残っていれば、またね、本当の陰性だった、つまり見つからなかった、持ってなかった人にペトって移しちゃう。それ、これも検査しなければいけないので、全員検査論というのは、これ無限ループになっちゃうんです。日本国内においては、J リーグとかプロ野球のように、職業とかもいろんな条件が限定されたところじゃないと、この全員検査っていうのはほとんど意味をなさないんです。 そしてすでに、あの、ジョーンズ・ホップキンズ大学でも、全員検査無駄じゃね無駄じゃねみたいな、みたいなレポートを出しております。こうした偽陰性のように、自分たちに不利な情報は伝えない、この朝の番組、今度は何に出すのかなと思ったら、安心と安全、安心と安全、と、どこかの都知事のようなことを言い始めました。 安全については、サイエンス的にいくつかの指標を出すことはできますが、安心というのは心の内側の話です。コップの中に半分水が入っていたとして、この水の量を、ああ、もう半分しかないと嘆くのか、いやいや、まだ半分あるねと楽観的に捉えるのか、それによって安心というものは全く意味が変わってきます。 こうした内心、つまり心の問題を社会制度とか政策の方に反映させると、むしろ社会が混乱してしまいます。実際に東京アラよっト。あ、違った。東京アラート。これなど全くもってサイエンス的な基準ではありません。 こちらの東京都の特設サイトの方に、東京アレートなるものが出るとした時のその基準みたいなものが書かれているのですが、新規めっかっちゃったが20人。続いてそのめっかっちゃったのうち、接触歴などのこと、いわゆる経路不明というのが50%。さらに週単位のめっかっちゃったの人数のその比率、これが先週よりも多いとか少ないとかっていう話。 大雑把に言うと、この3つのうちの基準1つでも超えたら、東京あらよと。あ、違った。東京アラートが出ると言っていたのですが、東京がステップ2に移行したと発表したその時点で、これ2つの基準がオーバー、オーバーしておりました。オーバーしていたのにステップ2に移行したんです。そしてそのステップ2に移行した翌日、 令和2年6月2日には、えー、新規めっかっちゃったが34人なんで、この20人の記録をグーンって抜いちゃいました。ただ、この34人という数にしても、院内感染、病院の中でね、クラスターになっちゃったのが13名で、夜の街から、まあ読売新聞的な夜もすんごいが8人。すると、この院内感染と夜もすんごいを除いたときに、いわゆる街中でのめっかっちゃったは11人になります。 こうしたものを精査せずに20人という基準で東京アラートが出されるとか出されないとか。さらに2つ目の感染経路を追えないのが50%ということなのですが、100人のめっかっちゃったのうちの50%ならば、それはもう50人ですから、これはかなりやんばいことになります。しかしそれが2人だったとき、そしてそのうちの1人がわからないってなったとしても、それはさほどのことではありません。 また3番目の週単位のメッカチャッタの増加率にしても前の週が5人のメッカチャッタで翌週6人になっても全週を超えてるわけですからそれで東京アラートが発令されるこらにはこうした指標を踏まえた上で総合的に判断が下されるということで結局3つの基準のうち2つがオーバーシュートしていたにもかかわらずステップ2が発令されました。 そしてその翌日に東京をあらよと、だったんです。そして東京アラートを発して東京都庁とレインボーブリッジを不気味に赤く染め上げて都民の不安を煽ります。 今見てきたようにそこにサイエンス的な数学的なロジカルな説明はなく全ては小池百合子都知事閣下の紫三寸だという疑惑がもしかしてもしかするとですよ間もなくに迫った東京都知事選挙までねこの東京アラート出すよ出さないよ出すなよ出さないよなんて言ったらずっとメディアがマスコミがニュースやワイドショーが当てくしのことを映してくれているえ選挙制はマスコミがやるのよ はあ、これが冗談でなければ恐ろしすぎます。とはいえそんな都知事を選んだのはこの私も含めた東京都民でございます有権者は選挙結果のその責任の結果責任を負わなければなりません。だからこそこれを批判するのがマスコミの仕事でしたがなぜかマスコミ方面とりわけニュースワイドショーで小池合子都知事閣下のその手腕を批判する声は聞こえてきません。 都知事については、まあね、再選されちゃったとしても、今度は愛知県のね、知事さんのように、リコールという方法が残されております。しかし、今、地上波テレビニュースワイドショーは野放し。野放しです。安全はともかく安心という不確かなもので視聴者の不安を煽りまくるニュースワイドショー。それはどこかの都知事閣下がおっしゃるような、ウィズコロコロの世界において、 もはや不要不急どころかなくならなければならないんじゃないかなと噛み締めてしまう今日この頃でございます東京アラヨットとはこのアラヨットぐらいのものでございますそして東京都だけのアラヨットでございます我々はネットにて正しい情報をゲットしてそして正しく恐れてみんなで頑張っていきましょい最後までご視聴いただきありがとうございます チャンネル登録もよろしくお願いします。そして今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを今食っているメルマガの方にも遊びに来てください。突然始めるナンマの頭とおっぽ、このメルマガ限定でお届けしているバージョンではビヨーンとはみ出しております。フィードバックの方何卒よろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。 完全小奇跡という,物語でなのもうががにモモルルゲゲったた紹介した赤が勝ち,ちょっと番組を最後までご覧いただいた皆さん突然ですがじゃんけん隊にみやっちゃんじゃんけんじゃんけんちょっ 私がチョキなのでグーを出したあなた。はい、手をやや下げてからの昇流拳。あ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた。違いますね。あなたと私で、1、2、3のトリプルピース。そしてバーを出したあなた。はい、ではそのままご一緒に。それでは、本当のバイバイ。